HP プリンタの電源ボタンを押しても電源が入らないときは、この問題を解決するための手順がいくつかあります。電源モジュールをリセットし、正常に機能する電源コンセントにプリンタの電源コードを再接続します。プリンタから電源コードを取り外します。電源コードのもう一方の端を電源から外します。プリンタに外部電源がある場合は、ブロックから電源コードを取り外します。 30秒間待機し、電源コードをブロックに再接続します電源コードの片方の端をプリンタの背面に再接続し、正常に機能している電源コンセントに電源コードを直接差し込みますケーブルタップまたはサージプロテクターでは、プリンタに十分な電力が供給されない場合があります電源ボタンを押しますプリンタの電源が入らない場合は、電源の互換性を調べます プリンタが正しく動作するには、所定の電力量が必要です電力の問題を回避するには、プリンタに付属の電源モジュールとコードを使用してください外部電源モジュールを使用するプリンタの場合、プリンタの電圧とアンペア仕様に電源を合わせる必要がありますこの情報は電源モジュールに印字されていますこの情報とプリンタの背面に記載されている仕様を確認します 電源コードコネクタをプリンタの入力ポートの色と形と比較します一致していない場合は、正しい電源コードと電源モジュールを見つけてください電源コードをプリンタに再接続します無理に差し込まないでください電源ボタンを押しますそれでもプリンタの電源が入らない場合は、次のステップに進みます電源モジュールが機能していない場合は HP パーツ・ストアで交換品を入手できるかもしれませんパーツ・ドット・ HP ・ドット・コムにアクセスし電源モジュールに記載されている部品製品またはシリアル番号を入力します交換品が見つからない場合は次のステップに進みます問題が解決しない場合はプリンタの修理サービスを依頼してください HP までサービスや保証のオプションについてお問い合わせください